一番痩せるリンゴ酢ダイエットの方法をあなたにお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢ダイエットのその効果、そしてさらに痩せることができる具体的な方法がわかるんです。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。またこのチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活ダイエット、今すぐあなたも取り組むことができる動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければ嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜリンゴ酢で痩せることができるのかという、その大切なポイントについて簡単に分かりやすくお伝えしていきますね。ポイントは主に2つあります。そのうちの1つ目が、あなたの腸内環境が整うから、結果あなたが根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。もしあなたがもう絶対にダイエットをもう成功させたいんですっていう思いがあれば、まず何をすればよいかというと、あなたの腸内環境を整えることがもう大前提なんですね。これができていないと、あなたがいくらですね、思い当たることありませんか、いろんなことを取り組んだのにもかかわらず、なんで1キロも減らないの、もしくは減ったのに必ず元に戻ってしまう、まあ、できればプラス体重が増えてしまうというですね、そんなパターンもあるあるではないでしょうか。それはあなたのそのやり方であったりですね、方法が根本的なところからずれていた可能性があるんですよね。大事なのはまずどんなことをするにしても腸内環境が整っている状態でやはりスタートすることが非常に効果を上げるポイントになるんですね。なぜかというと、根本的に痩せ体質にもなっていないのにいろんなことをしたところでやはりリバウンドが待っていますよということになるんです。その時に大活躍するのが、今回この動画でお伝えするこのリンゴ酢になるんですよね。このリンゴ酢を普段から召し上がることで、あなたの腸がですね、もうとても元気に動いてくれるわけです。そしてまたこのお酢のすごいところは、2つ目のポイントですね。ここからあなたのその太る原因です。血糖値の急上昇ですね。いろんなその食べ物を、まあ、食べるときに血糖値が急激に上がる食べ物ってあるんですよ。例えば白米であったり、パン、パスタ、うどんとか、まして小麦系ですよね、主に。まあ、白米よりも玄米の方がまだもう全然血糖値の急上昇を抑えることができるんですけども、そういった精製された白い食品というのはもうガバッと血糖値が上がってしまうんですよね。その間にあなたのお体の中で脂肪がどんどん溜め込んでいくわけです。逆に緩やかに上昇する食べ物を食べるだけで脂肪を溜め込む率がぐっと減らせますから、ここすごく大事なんですね。その時に活躍してくるのがこのお酢ということになるんですね。ですので痩せるためにはまずは腸内環境が整っていること、そして太るもと糖質を抑えてくれる効果を一緒にセットで取ることというのがとても大事になってくるんですよ。それではここから2つ目の項目に行きましょう。一体何をということで、今回はお酢の中でも一押しはこのリンゴ酢になります。おすすめの理由はやはりですね、続けやすいからなんですね。リンゴ酢というのは他のいろんなお酢と比べてやはりまろやかでフルーティーでもう美味しいんですよね。いかがですか？いくらダイエットにいいからと言われても、まずかったら、美味しくなかったら、そもそも続かないですよね。もうその時だけ、それではやはり効果が得られないわけですよね。リンゴ酢ダイエットというのもやはり毎日だいたい大さじ1杯摂取するのを12週間ぐらい続けたあたりから効果が出ると言われているくらい、やはり継続は力なりということになるんですね。その時にもうまずかったっていうその記憶って、もう一度入るとやっぱり
食べたくなくなりますよね。こうえっとこうまずいのって続かないと思うんですよ。やはりダイエットも美味しく楽しくが私のモットーですので、今回あなたにこのお酢のダイエットをおすすめするときに、私の一押しはやはりこのリンゴ酢になります。でまたリンゴ酢ってね、響きも可愛いじゃないですか。こう女子力高いでしょ。これがこう黒酢とか玄米とか言われてもね、なんかこうピンとこないと思うんですけども、やっぱりリンゴって言われたら私たち女性にとってもなんかこうリンゴ酢飲んでるのっていう方がね、なんかいいじゃないですか。で効果も高いですし、何よりも美味しくて飲みやすいですから、私はこのリンゴ酢おすすめしたいと思います。でまたこのリンゴ酢に入っているこの酢酸の働きが、先ほど項目1でお伝えした通り、腸の動きを活発にしてくれるんですよね。そうすればあなたの腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがもうとにかく元気に動いてくれる元になるわけですよね。すごく大事です。やはり腸の動きが良くないといけないわけです。そしてプラス血糖値の上昇も抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんですよね。この2つはもう一番のダイエットのベースといっても良いくらいの条件になります。でプラスここで私たち女性にとってもすごく大事なのが見た目の問題ですよね。やはり見た目に自信がつけば、気持ちにも自信がついて自己肯定感がアップするわけですよね。もう自分ってこんなにすごいんだって、自分自身のことをやっぱり好きになってあげないと、いろんなことって成功しないと私は思っています。そこでいくら体重が落ちたとしても見た目が変わらないとつまんないじゃないですか。例えばこう痩せたのにね、なんかげっそりと大丈夫って言われたり、逆にどこが痩せたのとか言われたら、もうなんかもうキーってなりますよね。そこでこのリンゴ酢を飲むことでむくみが改善されます。要はすっきりするんですね。たとえ体重が落ちてもむくんだまま、要は水分代謝がうまくいっていないとブヨブヨで、やはりすっきり見えないわけですよね。常に腫れてる、むくんでる、すっきりしないで気分も落ちるわけです。そこでこのカリウムが豊富なリンゴ酢を飲むことで、そのむくみまで改善できますから、体重も落ちる、見た目もすっきりって一番ベストですよね。そしてこのリンゴ酢のすごいところはですね、あなたの内臓脂肪や皮下脂肪ですね、どんどん燃やしてくれる効果があるんですよ。その結果代謝が上がって、どんどんまた燃えやすい体になっていく。プラス脂肪までつきにくくしてくれるんですよ。落とすだけじゃなくってつきにくくしてくれるんですよ。これはもう本当ありがたいですよね。脂肪は燃やしてくれる、代謝も上がる、しかも脂肪をそもそも寄せつけないっていうね、つきにくくしてくれるわけですから、もう絶対リンゴ酢はもうパーフェクトダイエット食材と言ってもいいと思います。でまたありがたいのがですね、どうしてもダイエット中ってこう、あやっぱり食べたいとかね、なりますよね。そう、今までよりは例えば食事をちょっと量減らしたりとか頑張ってるわけじゃないですか。その時に反動で食べてしまうと、やはり振り出しに戻ってしまうって、すごく残念ですし、そもそももうまたあやっちゃったってこう自信をね失ってしまうと、そこからダイエットに挫折して、まあいっかまあいっかってなると、やっぱりどん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 歯止めが効かなくなって、気がついたらもうなかなか体重を落とせないっていうことになるわけですよね。そういったあなたの食欲を抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんですよね。食べると満腹感を得られて、それが持続します。その結果またすぐお腹すいた食べちゃえってならないですよね。もうこれだけのダイエット効果があるリンゴ酢ですから、これはもう今すぐにでも取り組みたいなって思っていただけてるんではないかなと思うんです。ではいよいよここから3つ目の項目、どのようにこんなにもダイエット効果があるリンゴ酢をですよ、さらにどれぐらいの量をどのようにいつ食べればもっと痩せ効果をアップさせることができるのかという具体的な今すぐできる方法を最後お伝えして終わりたいと思います。まず私は実はこの動画以外にもこのリンゴ酢ダイエットの動画をね、あなたにもお伝えしているんですが、その中にはそのリンゴ酢のそのドリンクの作り方であったり、リンゴ酢を使った痩せるドレッシングのレシピであったり、それぞれお伝えしております。さらにどうやって作るのとご興味ある方は
別動画、そちらをご覧いただきたいと思います。で、今回私がですねご準備したのは、もう簡単にもうそういったのも取りつつですね、リンゴ酢ドリンクも取りつつ、手作りのリンゴ酢ドレッシングも日頃のお食事に入れつつ、さらにこれとセットで食べればいいですよっていう、あのスペシャルなですね食べ方をあなたにお伝えしていきたいと思います。で、まずポイントは、そもそもそのあなたが使うリンゴ酢が良いものか、それとも悪いものか、まあ、悪いと言ってはあれですね、ダイエット効果がこう薄いものの選び方についてお伝えしますね。例えば今日お持ちしたのはこちらです。純リンゴ酢になります。もしあなたがそのスーパーに行かれてリンゴ酢買うぞと思ってですね、そのお酢のコーナーに行かれてパッと目にした瞬間、リンゴ酢っていろんな種類があるんですね。で、その時にですよ、例えば量だったりお値段だったりだけを見て、あ、これがなんとなく高いから良さそうとか、あのもうリンゴ酢って見た瞬間に、あ、これだと思ってこうパッと買ってしまったとしましょう。で、お家にですね、ご自宅にお持ち帰りなさって原材料を見た時に、っていう原材料が中にはあるんですよ。例えばもうそのまんま飲みやすいように人工甘味料がたっぷり入っていたり、お砂糖が入っていたり、香料とか化学調味料とか、もうとにかく添加物がいっぱい入ってるリンゴ酢ってあります。それはダメです。逆に太ってしまいますよということです。なので必ずあなたが今からリンゴ酢を購入するという方であれば、今から私がお伝えする原材料のものを購入してくださいね。私はたまたま見つけたのがこのミツカンから出ている純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% 使用したフルーティーで豊かな香りということで、ドレッシングに、まあ、ドリンクにということで、あのこちら手にしたんですが、なぜこれを選んだかっていうと、あのこれしかいいものがなかったんですよ。このお酢以外は全部添加物が入ってたんですよね。で、この原材料はたった一つ、何かというとリンゴ果汁国内産ですね。これだけ、リンゴ果汁だけでできているお酢を選んでください。で、さらに私は腸活専門家の立場からお伝えしますと、できればですね、このリンゴ果汁も有機栽培のリンゴ果汁からできたリンゴ酢がベストですね。あの有機ジャスマークとか載っているそのもう品質がやっぱりいいものをお召し上がりになりますとさらにいいと思います。ただ、まあ、なかなか手に入らないとかですね、もう今すぐ欲しいっていう時はもうとにかくもう無添加であればまずは OK です。あの別にあのどこの会社かというよりは、原材料名のところがリンゴ果汁だけ出てきていれば OK ですから、あなたもお近くのスーパーでそういったリンゴ酢を必ず選んでくださいね。ここまでがもう基礎の基礎です。で、こういったリンゴ酢をでは今回どのように食べれば痩せることが一番できるかということで、ポイントはですね、太るもと糖質です。例えば炭水化物ですよね、もう糖質の塊みたいな、あの栄養を全部削いでしまった白米であったり、またパン、真っ白いパンですね、全粒粉とかライ麦パンとか茶色いパンとかまだいいです。玄米もそうです。茶色いものはまだ OK、 ただし糖質は入ってます。でも比べたら OK ですが、例えば真っ白のお米、真っ白いパン、真っ白いうどん、パスタとかラーメンとか、ああいったその小麦の単体とかお米の単体ですね、こういったものはもう糖質がやはり高い、イコール脂肪を溜め込む原因の血糖値を急上昇させる食べ物なんですよね。そういったものとセットで食べるのが一番痩せます。だってね、やっぱり食べたいじゃないですか、お米だって食べますよね。もちろん本当にね、その痩せるっていう目標が高い方はこういった糖質はやはり1日のうちに1食お休みするとか、特に夜ご飯されるといいんですよ。16時間断食とかされるとベストなんですけれども、例えば給食があったりですよ、学校の先生でしたら、あとお弁当が出てるとか、そのお仕事先に行ったらどうしてもお食事をこう振る舞われてね、ご馳走されるとか、持って帰りなさいとかね、なんかいろいろシチュエーションってあるじゃないですか。すごくわかります。
私がサポートしている方々もそうです。もういろんな職業柄、いろんなやっぱりタイプがあります。あなたもそうだと思います。でもうどうしても断れないとかね、ご自分でコントロールできないって時ないですか？もうせっかくここまでダイエット成功してたのに、今このタイミングでこれ食べなきゃみたいな、ガーンみたいなね、あると思うんですよ。私もそうです。やはりお付き合いで食べることってあるけれども、それに負けていてズルズルいくとやっぱり太っちゃいますよね。そこで救世主がこのリンゴ酢を、そういった高炭水化物食品と一緒に食べちゃいましょうっていうことなんですよね。でもちろんドリンクでもいいんですよ。そしてその別動画でももうお伝えはしてるんですけれども、あなたがお腹ペコペコな時にいきなりこのリンゴ酢ドリンクとかですね、ドレッシングをこうドバドバかけて食べちゃダメです。なぜかというとお酢ですから、やはり胃にですね、胃腸に負担をかけます。すごくやはりその刺激が強すぎてですね、かえって逆効果にもなりかねませんから、やはりお腹ペコペコ空腹時にいきなりっていうのは避けた方がいいです。そしてベストな食べ方は、そういった太る食べ物、糖質です。そういったものと一緒に食べる時に、例えばイタリア人の方なんかはですね、太るもとパンに何をつけて食べると思いますか？イタリア人の方々はですね、痩せるオイル、オリーブオイルとそのこのお酢、ビネガーをもうパンに結構ですね、ベタベタつけて召し上がるんですよね。もうぐちょぐちょになるような、そんなパン美味しいのかなっていうぐらい、私はね思うんですけれども、かなりつけて召し上がってらっしゃるんですよね。それはでもやっぱり理にかなってる。なぜかというとパンって太りますからね。特にグルテンは良くないので、パン自体は私は本当はお勧めできないんですけれども、どうしても食べる時っていうのは、やはりそのオリーブオイルとお酢を一緒につけて食べちゃえばいいわけですよ。そうするとこの効果が得られるわけですから。また例えばイギリスの方とか、私もオーストラリアにね1年いたことがある間に、ご存知ですか、フィッシュ&チップスっていうのがあるんですよ。何かというと、魚とジャガイモ、フライドポテトをべっとりそう衣でこうつけて揚げたお食事なんですよね。でやっぱりこれもね、一回食べ出すと止まらないんですよね。やっぱなんででしょうね、油物って止まらないんですよ。でその時にそのフィッシュ&チップスにモルトビネガーとかやっぱりつけてね食べるんですよね。要はお酢、ビネガーをつけてやっぱり食べるんですよ。やっぱりこれも理にかなってるわけです。もちろん食べ過ぎたら太るものですよね。あんな油物のギトギトした魚と、じゃがいもですから太るんだけれども、せめてそういったビネガーを、モルトビネガーをつけることで痩せる効果をやっぱり得ることができるわけです。じゃあ私たち日本人はって思いません？さすがにですね、そのフィッシュ&チップスが主食です毎日っていう方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかなって思いますし、パンに毎回お酢つけて食べてますっていう方も稀じゃないかなって思うんですね。やはり日本人の感覚としてはお酢に合うものってあるじゃないですか。いかがですか？それは酢飯ですね。お酢飯、酢飯です。ご飯、お酢のご飯ですよね。ただそのお寿司などの酢飯っていうのはやはりお砂糖、甘い味付けしてますよね。ああいったお米を食べちゃうとやっぱり太りますよ。なのでもう本当にプレーンなお米とこのリンゴ酢だけの酢飯を召し上がると痩せます。ただ想像してみてください。リンゴ酢飯って美味しいのって思いませんか？いやもうどう考えても私たち日本人としては、いやいやそれちょっとその組み合わせさすがに酢飯でもねって思いますよね。そんな朝から起きてそんなね炊きたてのご飯にリンゴ酢一杯かけてガーッとか食べれないしですね、私もちょっと試しましたけどやっぱり美味しいってね、やっぱなかなかね慣れないでしたね。お好きな方はいいんですよ。私先生それ好きという方はいいと思うんですけど、やっぱり慣れない。そこで私が一押しの食べ方あなたにお伝えしたいのは、リンゴ酢納豆を作っていただきたいんですよ。そのリンゴ酢納豆とお米を一緒に召し上がっていただきたいんです。特に朝で、もし朝がお忙しいとか食べる時間がないとか、もともと朝ごはん食べないという方はお昼とか夜でもいいです。要はいつ食べてもいいので、その太るもと糖質とそのリンゴ酢、しかも痩せる必要に
あの栄養素、タンパク質が取れる、そのしかも植物性のタンパク質、納豆、大豆を全部これをトリプルで取っていただくと痩せます。なので日頃あなたが使っているその納豆に添付してあるそのタレですよね、あれは残念ですが使わないでください。なぜかというと、もうほとんどのタレが化学調味料が入ってますから太っちゃいます。なのでそれを使わない代わりにリンゴ酢を入れて混ぜるんですよ。でちょっとお酢だけが味気ないなっていう方は、ちょっと有機栽培のお醤油とか、ごま油とかをちょっとね、あっでも痩せるんでしたらやっぱ MCT オイルとか、ごま油とかマニューがいいでしょうね。そういったその痩せるオメガ系のオイルをやっぱりちょっと足していただくといいと思うんですよね。ちょい足し、そうすると痩せますよ。これはなんて言ってもその太るものとこれだけ抑えてくれるものとセットで食べるわけですから、すごくおすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回はリンゴ酢ダイエットの一応痩せる食べ方ということで、ポイントは太るもと高炭水化物の食べ物と一緒に食べましょうです。そして、酢飯といってもリンゴ酢飯はね、味的にどうかなと思いましたので、そのためにリンゴ酢納豆としてご飯と一緒に召し上がっていただくと効果倍増になりますよってお話をさせていただきました。もちろんリンゴ酢ドリンクでもいいですし、ドレッシングでもいいんですよ。そういった太る元と一緒に召し上がっていただきますと、その食後の血糖値の急上昇をリンゴ酢が抑えてくれて、あなたは結果脂肪をため込まずに済みますよっていうことになるんです。さあいかがだったでしょうか。リンゴ酢はただ取りすぎてはいけません。お酢ですからね、やはり蓋をかけてしまいますから、だいたい1日の目安は大さじ1から多くても2までを上手にドリンクにしたり、納豆に入れたり、酢飯が好きな方は酢飯でもいいです。上手に飽きないように美味しく工夫しながら、ぜひ続けてみていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。